皆さん、こんばんは、マーティンダーのミャクーボー、金井拓です。<laughs> 大相撲、佐渡ヶ岳部屋、あの、琴という字、琴の由来、佐渡ヶ岳部屋の琴の由来言います。王者、東大、王が二つで、今、二つの王が今、強くなる。だから、東大の横綱、という意味でございます。やはり、横綱、琴桜、排出したそうですね、はい。他にも、えー、琴の若月、あと、琴欧州、琴三月、琴将棋 こと勇気席など、いろいろ、ええー、名力士が本当にすごい部屋です。今や、ま、関取りを絶やさない部屋でございます。史上最強の部屋です。やはり、里ヶ岳部屋は強い力士、本当に満載ですね。はい。まあ、はい。名門の部屋でございます。王女隊の部屋です。はい。というわけで、里ヶ岳部屋である、ことの由来でした。 大相撲のことの由来でした。バイバイ。